アゼルバイジャンの切手に描かれたダエは、シャーナーメの挿絵に描かれたダエはの一人が、英雄ロスタムを海に投げ入れようとする場面ダエは古代ペルシア語、ダイ中世ペルシア語、デュ、近世ペルシア語では、ディーブは、イランやゾロアスター教の神話に登場する悪神。アンラマンユに仕えている悪魔たちの総称であり、地獄で、王者たちを苦しめる仕事をする悪魔たちで、様々な姿をしている。 大英和が対抗するのが前身である、アムシャスプンタやヤザタである、インドのサンスクリット語におけるデバと共通語源。しかし、古代インドで、デイバが前身として、崇拝の対象であり続けたのに対し、古代イランでは、大英和は、悪心、悪魔という逆の意味になっている。ゲラルド・ニョリなどによれば、これは、ザラス・シトラの宗教改革の結果だという、より古い時代からの神々のうち、 戦士機能を割り当てられていたインドラ、サウルーア、バユなどが大英和とされた。一方、インドのアスラが神々と敵対する存在とみなされる以前から知られていた古い神格であるアスラに属する神バルナはイランにおいてアフラマズダーに対応した。悪神としての大英和という語は、さらにスラブ語に借用された。しかし後の時代になってもソグド語やアラム語の一部では、 前世の存在として使われることもあった。大英和の中でも、中核を成すベンディダードの七大魔王が存在する。ベンディダードとは、悪魔に対抗する法という意味の宗教法の書で、清めの儀式次第、魔よけなどを説く。聖王今とその黄金時代に関する神話などを含む、記述の書き物である。その魔よけ書に七大魔王が記載されているのである。アンラマンユはアフラマズダーに対抗すべく冬。 病気、悪などの16の災難を世に振りまくが実際に、災難を振りまくのは彼ら7大魔王をはじめとする、大英和たちである。アンラ・マンユを除いて6大魔王という場合もある。アンラ・マンユは、魔王の中の魔王だからである。別の記述では、ハット ABCDEFGHIJAOK2013P306 エリアーデ、ミルチア、第13章1 0アケメニス朝の宗教王。 世界宗教史に石器時代から、エレウシスの蜜木まで、松村和夫役、ちくま書房、ちくま学芸文庫、2000年4月、P213、ISBN978 から4から480085627、WB ヘニング、1965、A、ソグディアン・ゴット、ビソス28.2、253から54、人名の一部に用いられている。 エリカ CD ハンター、1998、フーアレザ・デーモンズ、ザイクナ・ラフィー・オブ・インカンテション・ボールズ、インセルジオ・リビチにやる、マジック・インザ・アニスントニア・イースト、P107、守護天使に用いられている。ABC 伊藤19、1967、P379、第43節の注釈6、青木2013、PP306 から307、青木2013、 P307 青木2013 P76 ありがとうございます。